丸加工は、千葉県勝浦市出身のプロ野球選手、宇藤左田。読売ジャイアンツ所属。小学3年からソフトボールを始める。勝浦市立勝浦中学校時代は、軟式野球で投手と遊劇手を兼任した。子供の頃は親ともども巨人ファンで、東京ドームで見た、河井正宏のホームランが印象に残ったという。高校は、千葉経済大学附属高等学校に進学。 2006年の第88回夏の甲子園では、2年生ながら3番右翼手として出場し、1回戦で八重山昌光と対戦。延長戦で敗れたが、AS の大峰裕太から安打を記録している。高校最後の1年は、肩と精神面の強さを変われて投手に転向し、AS としてチームを牽引。同年秋の関東大会を制し、同校は、 初の選抜出場を果たした。2007年春の第79回選抜では1回戦で中京に勝利するも2回戦で藤村大輔擁する熊本港に延長戦の末、敗れた。夏は県予選5回戦で敗退。高校通算49本塁打。2007年度高校生ドラフトで広島東洋カープから3巡目指名を受け、契約金4、0円。 年俸500万円で仮契約。背番号は63。プロ入り後は野手に専念することを公言した。2008年は春にノロウイルスや巻き爪、秋には左ひい痛など故障に悩まされた。6月からは打撃でアピールしてファームの上位打線や中軸を任されるようになり、6月のウエスタンリーグ月間 MVP を受賞。高卒ルーキーのウエスタンリーグ月間 MVP。 受賞は初めてのことである。8月にはフレッシュオールスターゲームにも出場した。2010年にはウエスタンリーグ104試合中92試合に出場。打率277、4本類打30打点、21盗塁という好成績を残した。9月11日には初の一軍昇格を果たすと、 9月21日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初安打と初打点を記録した。打席での丸加工2011年は4月19日の横浜ベイスターズ戦で大家智もからプロ初本塁打を打ち、4月21日の横浜戦では本塁打を含む4安打、3打点と活躍した。以降131試合に出場し、主に中堅守や右翼守として起用され、 一軍に定着する飛躍のシーズンとなった。2012年は3月19日に中学1年生から交際してきた同級生と結婚することを発表。同年は前半の不調もあり、最後は前年よりも打率を上げたが、出場試合数は106試合、本類打数は前年の9本から4本に減少した。2013年は開幕戦は2番、中堅で、 スタメン出場すると、シーズンを通してほぼ全ての試合で、スタメン出場を果たす。序盤は打率4割台を記録し、俊足と長打を融合させた打撃スタイルを確立。前半戦終了時点で、打率はチームトップを記録している。8月2日のヤクルト戦の5回表には、ライト方向へ大きな打球を放つと、その打球がフェンスに当たって、 大きく跳ね返った隙に激走して、ホームインし、ランニングホームランを達成。この年は打率、273、14本塁打。また、29盗塁を記録し、セリーグ盗塁王を獲得し、初のゴールデングラブ賞も獲得した。オフの11月には、台湾で開催された、2013ベースボール、チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。また、 カープの主力打者に成長して、その活躍が認められ、背番号を63から大型光一の引退以来、き番となっていた急に変更することを発表。2014年は1年を通して、甲府調の波が少なく、全144試合に出場して打率。310、19本類打、166安打を記録し、自己最高の成績を残した。また、 26投類を記録し、ブラッド・イルドレッドの離脱時には4番も務めるなどの活躍で、初のベストナインと2年連続のゴールデングラブ賞を獲得、リーグトップの100支球、リーグ2位の出塁率、4万1925を記録した、オフの10月9日に、日米野球の日本代表に選出された、背番号は9、2015年は、 シーズン開幕前の2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出された3月10日の第1戦に途中出場した3月11日の第2戦には7番左翼手で先発出場したシーズンでは全試合出場を果たした2015年シーズンは本類打や打点の数は前年と横ばいであったものの 月間打率が1割の月も3割の月も両方あるなど、交付調の波が大きく、打率249と3年ぶりの2割4部台を記録した。特に打撃フォームが年間通して安定しておらず、セリーグアウストの143三振を記録した。その一方で、支給の数はセリーグトップとなる94支給を記録した。十月七日に行われた中日ドラゴンズとの シーズン最終試合の1回裏の第一打席で、この試合で現役引退となる山本雅投手の現役最後の対戦打者となった。また7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表され、9月10日に第1回 WBSC プレミア12の 日本代表候補選手に選出されたことが発表されたが10月9日に発表された最終ロースター28名には選出されず代表入りはならなかった2016年はシーズン開幕前の2月20日に侍ジャパン強化試合日本 vs チャイニーズ台北の日本代表に追加登録されオフに大幅なフォーム改造を試み開幕から前年に比べ好成績を残す 4月30日の中日戦では共に自己最多タイの1試合2本塁打6打点を記録7月16日のオールスターゲーム第2戦の3回に自身オールスター第1号のソロホームランを放った優勝マジック2として迎えた9月8日の中日戦では1回裏に自己最多タイのシーズン第19号先制本塁打を左翼席に放つも2位巨人が勝利したため本拠地での 優勝はならなかった。9月10日の巨人戦でも3番センターでスタメン出場し、この試合に勝利した広島が7度目のリーグ優勝を決めた。9月17日の中日戦の8回裏に自己最多となるシーズン第25本塁打を放った。チームは25年ぶりに日本シリーズに出場し、北海道日本ハムファイターズと対戦。自身は第6戦の5回に、 ソロ本塁打を放つも、2連勝の後に4連敗を喫し、2勝4敗で32年ぶりの日本シリーズ優勝を逃した。最終的に3年連続全試合出場を果たし、打率291、162安打、90打点、20本塁打を記録。チーム25年ぶりのセリーグ優勝に大きく貢献し、2年ぶり2度目のベストナイン。 4年連続4度目のゴールデングラブ賞を受賞した。広島時代2017年11月25日セリーグ優勝パレードにて2017年は6月16日の福岡ソフトバンクホークスとの交流戦で1回裏、4回裏、6回裏に全て逆方向への3打席連続本塁打を放った。広島所属選手の3打席連続本塁打は2012年5月8日。 阪神戦のニックスタビノア以来、史上5人目、7月6日の巨人戦の3回裏に、センターへ、同点ソロホームランを放ち、プロ入り通算105本塁打を達成。聖波交流戦では、全18試合に出場し、そのうち17試合で安打を記録する活躍を見せ、優秀選手賞に選出。さらに打率、411で、セリーグでは3年ぶり、 球団史上初の交流選手打者となった。6月は21試合で打率。402、6本塁打、22打点という好成績でプロ入り初の月間 MVP を受賞した。全143試合に出場、打率。308、92打点、23本塁打を記録し、不動の3番センターとして、チームのセリーグに連覇に貢献した。他にも、 最多安打のタイトルとなる171安打、109得点、13盗塁、出塁率、398長打率、505オプス、903という好成績を残し、2年連続3度目のベストナインと5年連続5度目のゴールデングラブ賞を受賞。さらに、286票中196票の1位投票を得て、 セリーグの最優秀選手に初選出された。広島の選手が最優秀選手賞を受賞するのは8度目。2018年は4月28日の阪神戦の5回表に、センター前への打球を飛び込んで候補した際に右足を地面で強打。広島市内の病院で、右ハムストリングスジザ賞と診断され、開幕から25試合で打率。312、5本塁打、16打点。 さらに、リーグトップの出塁率、530と絶好調の中で登録抹消された。故障による登録抹消は、プロ11年目にして初であり、また2013年5月20日のロッテ戦から続く、連続出場は700試合で、2015年6月9日の西武戦から続いていた連続先発出場は397試合で途切れた。 5月25日に一軍に再登録され、翌26日の中日戦で9回裏に、代打で出場し復帰。6月8日の東北楽天ゴールデンイーグルス。戦では3番、中堅守で先発して、史上492人目の戦試合出場を達成。3回裏には、ホームランを放ち記録に花を添えた。6月30日の横浜 DNA 戦で4回表に、 センター前ヒットを放ち史上293人目の通算1000本安打を達成。球団では22人目で5番目の年賞記録となった。8月26日、中日戦の5回裏にシーズン第30号となる本塁打を右翼席に放った。年間30本塁打到達は自身初で、広島の選手では2014年のブラッドエルドレッド以来4年ぶり。 広島の日本人選手に限ると2005年の荒井、高博、前田智則以来13年ぶり、最終的に本塁打王は逃したものの、1974年の大貞春以来44年ぶりとなる史上2人目のシーズン130四球を記録するなどの活躍で、自身初の最高出塁率のタイトルを獲得し、セリーグ3連覇に貢献した。3年連続4度目のベストナイン。 6年連続6度目のゴールデングラブ賞を受賞。さらに、294票中241票の1位投票を得て、セリーグの最優秀選手に2年連続で選出された。オフの11月7日に、国内 FA 権の行使を表明。読売ジャイアンツと千葉ロッテマリーンズが獲得に名乗りを上げる一方、広島球団も FA 権を行使した上での残留を認め移留した。 11月29日に、読売ジャイアンツへの移籍を表明。12月11日、NPB から公示される。2018年12月11日に、東京都内のホテルで読売ジャイアンツとの契約締結後に入団会見が行われた。契約期間は5年で、単年4億5千万。契約金や出来高などを含む、年俸総額は推定25億5千万。背番号は、 8.2019年は、シーズン開幕から3番、中堅守を任される。3月29日の広島との開幕戦で、大勢両大地に4打席連続三振を喫する、スタートとなったが、3月31日の広島戦で、移籍後発となる安打を記録した。4月2日の阪神戦で移籍後発となる本塁打を放ち、4月5日の DNA 戦で、 史上171人目の通算150本塁打を達成した。4月17日の広島戦で古巣相手に移籍後、初めて本塁打を放ち、史上34人目となる、全12球団からの本塁打を達成した。最終的には全試合出場を達成し、打率292、27本塁打、89打点を記録。 巨人の5年ぶりのセリーグ優勝に大きく貢献し、個人ではセリーグ4連覇となった。また、4年連続5度目のベストナイン、7年連続7度目のゴールデングラブ賞を受賞。オフには、当初、第2回 WBSC プレミア12の日本代表からは、漏れていたが、秋山翔吾の不傷離脱に伴い追加召集された。その後、 日本代表はプレミア12を初優勝し、丸自身も初めて国際大会での優勝を経験した。至急シーズン歴代4位タイを達成している。守備面についてはゴールデングラブ賞を7年連続で受賞している。一方、リーグ最多三振を2度記録しており、張本勲も2019年シーズン前に三振が多いバッターはあんまり良くないですよ。これをちょっと気をつければ。 戦力になりますと批評していた。50メートル走6秒1、高校時代に当主として、最速クラシック音楽が好きで、登場曲に、ベートーベンの公共曲第7番、ラフマニノフのピアノ競争曲、第2番第3楽章などを使用していた。初記録説明の記録その他の記録太字は2020年の、起用曲 CM、編集、ありがとうございます。